やー嬉しいよな。顔を見るの卒業式以来なんじゃないですか。本当やね。なんや、うどん作るんか。嬉しくないん。だって俺うどんのこと苦手やったし。うどん先生に何か助けてもらったことないんですか。ない。そんなん、かわいそう。大体俺にとってうどんは。今日も決まってるね。いい加減そのトサカみたいな頭お前やめーよ。みっともないのに。くさいな。そんな頭勝利やつはなろくな大人にならんぞ。えっ哲也見てみえこれ先生がなその頭丸坊主にしてやろうか。えやめろバカ。俺にとってウドは髪型だけで人を不良と判断する嫌な大人の一人やった。なんでこの髪のやつが分からんのやろうな。もう切ったら。え、そうですよ。その髪型だけで不良だって思われるの嫌でしょ。お前らさポリシーとかないんか。ポリシー、どんだけ反対されても自分が一番かっこいいと思える格好を続けるのがポリシーってもんやろ。お前続けるって、もうおっちゃんになってもその頭。ああ俺は一生これや。ロックな人生を生きるんや。たくダッサいなお前ら。ロックだよロック。ロックだな。ごちそうさん。お父さんからもあの子の頭なんとか言うてくださいよ。まあな、髪の毛があるうちは好きなようにやらさせてやってええやないか。俺は親父のようにはならん。この髪型は俺のポリシーで覚悟の印なんや。ウドなんかに邪魔されてたまるか。おはよう。はい、おはよう。はい、前髪長すぎ。もうちゃんと切っとけよお前。うわー、それ髪長すぎ。ちゃんと切っとけよお前。長すぎや。おはよう。おはよう。おい、トサカ、ちょっと待てー。トサカじゃねえよ。お前このトサカ何遍切ってこいって言うたんや。これ切らんて何遍言ったらあかんねん。はい、上等やんのかこら。おい、トサカ、それが教師の態度か、これ。おはようございます。あ、おはようございます、キャラ先生。いい天気ですね、今日も。土先生、生活指導。もういいんですよ、空もこんなに青いし。もう行きましょう。はい、新しい友達の三好和恵さんです。じゃあ三好、みんなに自己紹介してみっか。ん、どうした三好。サマーゴロック。今日も一日ロックだったな。先輩、先輩。あ、哲也か。奇遇っすね。どうすか、ここは。ここまあ普通。お前まだその髪型続けてんだ。はい、俺のポリシーっすから。先輩はどうしてこれやめちゃったんすか。ああ、先輩も中学の時バリバリ固めてたじゃないですか。あれな、
あ、先輩、回しながら歩くと危ないっすよ。お前その髪型やめといた方がいいぞ。え、だいたいお前ギターも弾けないのにロックってどうなんだよ。先輩やってドラム叩けへんやないですか。すいません。あと若い頃髪いじめすぎると将来ハゲるらしいぞ。え、まポリシーなら仕方ないけど。ねえお父さん、哲也帰ってきてから部屋から出てこうへんのよ。ほっといたらええよ。おかわり。この髪型続けたらハゲるやど。いや、そんなわけない。そんなわけは。へえ、もうやだ、もう。やだよ、怖いよ。タヌキ様にお願いしょんな。だったら夜の教室でせんと。え、知らんのか学校の七不思議。夜の教室でタヌキ様に願い事をすると何でも叶うんじゃ。おっさん、その話もっと詳しく聞かせてくれんか。おい、ナミ。哲也くん。あれ、店の手伝いは？私はあの店におるもんやって決めつけんで。なんや、怖いな。あ、ところでお前、明日の夜って空いとるか？え？ちょっと面白い話があるんやけどさ。タヌキ様？ま、信じちゃいないよ、俺も。だけど、このまま黙ってハゲるよりええやろ。え、ハゲる？あ、いや、なんでもない。なんでも願いを叶えてくれる。私、やってみたい。おでも、教室までタヌキの置物運ぶんやろ。あー、二人じゃ大変やから竹雄と明彦も一緒に呼ぼうと思っとる。夜の学校に忍び込むやな。ああ、大丈夫か？バレたらやばいけど。うん、やる。よし。励ませんように、励ませんように。どうか、励ませんように。え、あれをやろうって言い出したのって。そんな理由で？かなり深刻な悩みやろが。でもその後ウドに見つかった時やって。どうせまたお前が考えたんやろ哲也。俺ばっか怒鳴りつけたやろ。お前何面識ったんやろ。そうか、みんな怒られたよね。ウドのやつ俺のこと嫌っとったけんな。あ、先生もうすぐ駅に着くって。じゃあみんなで早迎えに行かな。うどん先生に会えるなんて嘘みたいやん。ほんま。はい、ほら先生迎えに行くで。行くよ。別に会いとうないわ。何？教室？でも俺らさっきまで居酒屋におって。なんでこんなとこにおるんや。わからんよ。よかった、みんなここにおったんや。え、なんやこれ。うん、私もどうやって説明したらいいかようわからんねんけど、どうも私たちタイムスリップしてしもたみたいな。え、